毎日1日3 2ロ、百1 5 1日間やり続けるわけですから毎日3 2キロ歩いて5か月かかるんですよねでも当然5か月ぶっちぎりで歩けませんから休みを入れます神は天と地を6日で創造し7日目に安息を取られたとだから7日目に休むわけですねそうすると大体7か月ぐらいになりますですから7か月で、えー、アメリカを横断まあ 1>, 1年とそうですね、えー、半年一年と5か月ですね、えー、の期間で7か月で縦断横断したっていうことですよねまあ,あの今見てて、えー、すごく景色が素敵でしょやっぱり神様が作った自然界ってねエネルギー与えるんですよね僕たちはまあ都会に住んでますから都会っていうのはシャバとも言いますよシャバというののはサンスクリットの言葉 サーバーという言葉から来ていて、平和のない忍耐する世界って意味なんですね。だから僕たちが住んでいるシャバというのは、平和のない忍耐が求められる社会なんですよ。だから平和の歌が歌われ、また頑張れ日本というスローガンが出てくるわけですよね。とはいうものの、頑張れる人はいいけど、頑張れない人も大勢いるわけですよね。年間 3万人の自殺成功者背後には10倍の自殺未遂者がいる国ですからね安定剤を飲まないと心は落ち着かない睡眠薬を飲まないと寝れない600万人近くの人が薬物依存症だと言われるんですねこの日本はそういう意味ではシャバで苦しんでいる人たちが大勢いますよいろんな書物を読むと昔の先人たちっていうのはやっぱり生きる生きる術っていうのをね試練の中から学ぶんですよね 例えば、カモノチョメイという人がいますよ、北条記の中で、えー。そして、彼は1700、1200年代に生きてた人ですよ。人生50年と言われる時代ですよね。まあ、当時も100年に一度の未曾有の出来事がありました。100年間生き続けないから私たちは100年の一度の未曾有の出来事を言ってもなかなかピンとこない。100年経つまでに私たちは死んでいなくなりますから忘れられるんですね。でも日本は100年に一度は 震災や天災が起きている国なんですよ。それが2000年続いてこの国民が生き続けているっていうのはすごいことですよね。僕は神様に愛されている国民だなとすごく思うわけです。1200年代、カモの長命の時代、やはり金持ちは栄を張って豪邸を建てるんですよ。芸能界でね、金儲けると、やっぱり出世した証として、 お城のような建物を建てる。あ,ある意味で、俺は成功したんだという象徴かもしれません。でも、どんな素敵な建物でも地震がやってきたら崩れるんですよ。金持ちはまた金はたいて建て直します。でも竜巻がやってくる時代です。疫病が流行っている時代です。三分の一の京都が焼け野原になります。そうすると、一夏に四万七千人たちが亡くなるって言うんです。北条家読むと、その、 ね景色っていうかシーンが、ちゃんとね映像に出てくるように書かれてますよ。4万7千人の死体、一夏で、まあ。私たちは今回の地震、原発、津波で2万近くの人たちが亡くなった、尊い私たちの同志、同胞ですよ。それ私たちの心も、なんかこう、言葉で荒らすな痛みを覚えますよ。当然でしょう。ね私たちの兄弟が、 そういう目にあって、自分は何をすればいいんだろうかって考えさせられるわけですよね。カモの町名もリアルタイムでそれを見たときに人生は無常だ。ここに日本人のブルーズ感があるんですよ。日本人はね、ブルーズなんですよ。要するに、この虚しさ、無常感っていうのが DNA の中に染み込んでるんですよね。白か黒か蝶か半かはわかりやすいんですけど、 欧米なんかに行くとイエスかノーか白か黒かなんです。でも日本人はブルース、灰色なんですよ。変わるものと変わらないものの緊張感の中に永遠の真理があるんだってある人は言った。かっちょい,い。日本人に非常にマッチする言葉だな。変わるものと変わらないものの緊張感の中に永遠の真理がある。理想と現実の狭間で没頭と葛藤しながら人生の この不条理を味わいながら、ため息を漏らす、その儚さを感じるのが日本人ですよ。絶えず日本人は葛藤するんですね。ブルーズがあるからなんですよ。カモの町名はブルーズを味わった。儚さ。ピンチはチャンス、絶望は希望への窓口。失敗は成長のもとという言葉があるけど、今日もし皆さんが壁にぶつかってんなら、 逆にそれは何か新しいものを発見するチャンスなんだってことですよ。結構十字架担いで歩いてると壁にぶつかることっていっぱいあるんですよ。この美しいこの景色を見る感動というのはね僕たち大体、あのー、8時か9時にスタートしてたんですよ最初の頃は。でもカルフォルニアのモハビス砂漠を通ったら50度の灼熱なんですよ。 以前も言いましたけど、ボンネットに生卵を割ると卵焼きができるぐらい暑いんですよ。ですから、もうその時間っていうのは普通歩かないんですよ。だいたい、もう2時から4時っていうのは一番暑いんですで。僕はその時間に歩いてたんで、日射病になったんです、一回。あのー、今流行っている、それこそもあのー、脱水状態で。 寝込んでしまって。で、それで教えられたんです。やっぱりね、人間って自然から学ぶんですよ。大地は万感の書物より人間について多く教えてくれると。アントワネ・サントグ・ジュベリーは、星の王様という本を書きましたけど、人間の大地という中で彼はそう表現してますよ。大地は万感万冊の本を読むより、人間について教えてくれるんだと。なぜかというと、大地は人間に抵抗するからだと。 人間は抵抗された時に初めて自分の本領を発揮するんだと。この大地で畑を耕すために、抵抗する自然界に対して、道具を生み出していく。どういう道具かというと、好きという道具、畑を耕すためには好きが必要だって、抵抗する自然界から教えられて、感性が研ぎ澄まされ、アイディアが浮かんでくるわけですよ。 建築家、まあ当時は大工さんが家を建てようとするときに抵抗する自然界の中でやはり道具を生み出すわけです。カンナという道具、ノミという道具を生み出すわけです。我々の歴史はすべて自然界が人間に抵抗するがゆえに自分の心がロッケンロールされ揺さぶられどうすればいいんだとピンチにン立たされたときにチャンスを見出すんです。神は無から有をもたらす。 神様は無から意をもたらすけど、神が作った人間は神に形取られて作られている。息吹与えられ命あるものとなった。私たち息動き存在するのはこの方のおかげだと。ですから、神は創造主なるお方だけど、私たちも想像するんです。また動物とは違った部分で、インスピレーションが来るアイデアが浮かぶんです。神は光をあれとおっしゃったら光があった。神はそれ見てグーッ。Good. よしとされた。見えるものは一時的であるが、見えるものは見えない神の言葉によって成り立っている。聖書は神の言葉が生きていて力がある。両刃の剣よりも鋭い魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、様々な思いや考えを判別させることができる。神の言葉は生きていて力がある。聖書の言葉はそうなんだ。じゃあ聖書を持ってないと分かんないのか。違う。自然界を見たら神の言葉は生きている。 神は言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を書いた。ゴッド、スペル。神は書いた。ゴスペルというのはニグロスピリチュアルだけじゃない。神は書いた。自然界はゴスペルなんだと。えわ、ー、かる <laughs> だから、カモの長命は、このシャバでの人生を見たときにいろんなことが起きて、天才が起きたときに、 ピンチに立たされ、チャンスを見出すために、無情感に浸ってるけど、このままなら俺は無情の中に引き込まれて溺れてしまう。どうしよう、一歩踏み出した。インスピレーションが与えられて、十字架を担いで、日本列島を歩くと言っても、日々32キロ歩かないと、ゴールはないんですよ。歩くなんて夢のね、話はできますよ。でも夢を、 実現させるには行動せねばならないわけ。ジーザスも全世界に出て行ってグッドニュースを伝えろと言ってますけど行った本人が神の権威を脱ぎ捨てて人のことになって諸女マリアを通してこの地上をシャバに生まれてくれた。だからゴーとおっしゃった方もゴー自分で行動を持って表すんですよ。 おこの,のない信仰は死んだも同然だったけど、結局多くの日本の教会信仰信仰って言うけど、みんな頭での信仰で行動で表す信仰じゃないんですよ。150年の歴史の中で未だに1%弱のクリスチャンしかいない。これはセールスで言うと相当セールスが下手な連中が集まってるってことです。商品は素晴らしい。メイドインゴッドなのに、 それを伝えるやつたちがダサすぎる人は外側を見る神は心を見る神は心を見てくれるんだけど教会のクリスチャンっていつも外側を見るんですよねえ心を見てくれないのもう外側で判断するのねアースは最近堕落したとタトゥーを入れたとかね俺の勝手だろうみ,た、ね、みたいなね神の宮だこれはみたいなねステンドグラスなんだとか何か訳の分かんないこと <laughs> 教会のスステンドグラスと同じだみたいな <laughs> 大切なのは魂なんだみたいな入れ墨の雑誌に「タトゥーバースト」という日本で有名な雑誌に6ページグラビアで出たんですねグラビアで出てどうするんだみたいな <laughs> タイトルがまたすごい「神は教会の中にいない教会の外にいる」って書いてあったんですよねこれゴッホの言葉なんだよねゴッホってあのお父さんが牧師だったんだよね でそのクリスチャンの家庭で厳格に育ったわけですだから自分も親父のような牧師にならなくちゃいけないならなくちゃいいけないならなくちゃいけないって脅迫概念に駆られて進学校に行くんですよねでも先生に言われるんですよお前は牧師に向いてないとねメッセージもなかなかうまくろれつは回らないしアーサー・ホーランドみたいじゃないと、まあ、そんなことは言ってないけど、ね、やめた方がいいって言われたんですよでも彼はもう脅迫概念に駆られてどうしても親父のような牧師にならなくちゃいけないいけないと思ってるから どこでもいいから赴任させてください。赴任したところは炭鉱夫の教会、無牧の教会。そこに行って彼がね、進学校から学んだメッセージするわけですよ。しかし、炭鉱夫は一人去り、二人去り、三人去っていくわけですよ。外に出てって、どうしようお前俺の話聞かないんだ。あんたきれい事言ってると。あんた俺らの心掴みたけれ俺らみたいに炭鉱夫になって働いてみろって言うんですね。彼は働くんですよ、炭鉱夫になって。髪の毛も彼らと同じようにぼさぼさになって、墨だらけの顔になるんです。 彼らと同じ藁のベッドで寝るんですよね。そしたら、教団の選挙視察団が彼がどういう墓会してるか、その教会に来るんです。そして彼の格好を見て、ぶったまげるわけですね。お前、恥を知で、それでも聖職者か。なんだその髪の毛は、スーツも着てない。なんでそんなボロボロの格好でメッセージするんだって言うんですね。神は教会の中にない。神は教会の外にいるって名言をゴッホーは吐くんです。しかしゴッホーは後に、 メッセージはうまくなかったかもしれないけど彼は絵の具と筆でその光と影の微妙なそのバランスの絵を描いたりね人の,人の心を揺さぶるような衝撃的な絵を描いたりしていまだに彼の絵はもう半端じゃない価値があるわけですよねだから人それぞれ人さまざまですよねまあ神は教会の中にない神は教会の外にいるっていう そのタトトゥーバーバストで,で僕はね案外いろんな雑誌にこうあの取材されて答えるんですよで昔はペントハウスというねなんかヌード写真なんかあるところにも出て半分ヌードでポーズ取ってこれが牧師ですなんて出たんですよね <laughs> そしたらそれ見たやつらが教会に話聞きに来るんですよで大体あの その雑誌に出た時その後必ず教会に行ってみんなクリスチャーなんですよたまたまこのタトゥーバーストに出た時は十字架あの担いで日本列島を歩いたんですその後にねそしたら姫路のヤクザの親分さんが「アーサーさん一緒に歩いていいですか」って普通ヤクザの親分って、ね、そんなこと言わないでしょ彼は「アーサーさん一緒に歩かせてください」って「十字架私にも担がせてください」ってノンクリスチャーですよ で彼担ぐわけですねでどうやって俺のことを知ったのって言ったら実はアーサーさんと初めて出会ったのは「タトゥーバースト」という雑誌ですって言うんですね自分は入れ墨をしてるのでどんな入れ墨があるかいろんなやつのを見て勝った勝ったと思ってましたとでもアーサーさんの見た時に負けたと「何それ」って勝ち負けなのってアーサーさんのその十字架の入れ墨を見て感動して自分を胸に掘りましたってそんなことしなくたっていいんだよ いいろいろアーサーさんの本を読みあさりましたそしたらアーサーさんはハーレーに乗ると分かりました私もハーレーに乗りたいと思いましたでもバイクの免許がありませんじゃあハーレーに乗るには車の免許でどうすればいいかそうだ三輪車にすればいいと分かりました彼は三輪車にしてそしてカスタムでハンドルチョッパーのハンドルタンクに十字架ペイントして その下にアーサー・ホーランド。え、俺にくれるのっていう。で、後ろにブラジルのあの、ジーザスが丘の上で手を開いてる。あのモニュメントを入れたんですね。そして十字架をつけて、そして金のチェーンを巻きつけたんですよ。それに乗って彼はいろんなところドライブした俺彼に言ったんですよね。あんたもうジーザスに捕まっちゃってるよって。 ここまでクリスチャンもやらないよってノンクリスチャンのヤクザのあんたがもう教会のだんじりバイクに乗ってると同じだよってあとは洗礼式だなって言ったら洗礼よろしくお願いしますイボ側で彼の奥さんと一緒に洗礼式あんまりも体が大きくて体全体つけたらお腹が出てるの一生懸命水まいてカバーしましたけどだから面白いことに そういう雑誌見て俺もクリシしめた以前「クロエ」という映画に出さてしまったリジュゴーという監督さんお母さんが幼いさんって金八先生あの3年生かなんかの脚本家彼が映画を作ることになってあの僕のところに朝映画に出てくるんないっていうわけ「えこんな俺でいいの?」って一応謙虚に,謙虚になって「こんな俺で嬉しいいいの?」 いいでまあ脚本見てくれって言ってね結構いい役なんですよセリフもちゃんとあるんですよね僕はまあおかに惚れられる牧師役なんですけどでその、まあ、要するにこのおかさんも一目置いてくれる牧師の役なんですそのまんまの牧師で永瀬正利友坂理恵があの恋し合って結婚することになって僕がその叱識をするんですよねその映画がベルリン映画祭招待作品になった で俺はベルリンにまで行ってきちゃったわけですよねでそういう試写会とかがあってでその映画を見た誰かがこの牧師さん一体誰なんだっていろいろ調べたらアーサー・ホーランドってもちろん映画に出てきますからねで僕の集会名古屋に来てで彼はジーゼス信じて今教会で活躍しているわけですよねだからほとんど出るものって全て不思議だけどジーゼにつながっていくだから僕はどんなことをやっても そこでジーゼスという存在をどれだけ醸し出せるか。まあ、僕の究極は言葉で言うより語らずにして語る。こんだけ語っちゃってますけど。<laughs> 要するに存在感で漂すが究極なんですよ。表現者の。表現の究極ってパウロは俺を見ろ自分指さしながら俺の中にあるキリスト見ろって言ったわけですよね。だから究極は存在感で語る。 結局、それやったのが自然界ですよ。神は天と地を創造された。天は神の栄光を告げしやせ大空は神の手の技を指し示している。この地はるか以前からもとい、ファウンデーションを据えたのはザ・ロード創造主なる神である。海は死の者主がそれらを作られ、高い山々の頂もザ・ロード創造主なる神が作られた。さっき言ったように光をあれとしちゃったら、光があった。神はそれを見て、ゲー、o よしとされた。 見えるものは一時的であるが見えるものは見えないものによって成り立っている見えないものは永遠なんだと私たちには五感六感があると言いますけど結局この六感が鈍っちゃってる私たちはいつの間にか飼いならされたアヒルのようになっている三徳寺院の本の中に必修を組んだカモの軍勢がねえ南の方に北から向かっていく そうすると、ちょうど池でアヒルが泳いでる。ガーガーガーという、その音を、そのカモの声を聞いたときに、このアヒルは、そうだ、俺もカモだったんだって気づいて飛ぼうと思うけど飛べない。アヒルになってしまった、カモが。人間に飼いなされてしまった。私たちは、 このシャバでの生活で飼いならされてしまった。自分の中にある神が与えた野生性をなくしてしまっている。失ってしまっている。この五感や六感が鈍ってしまっている。そして心まで泣いてしまう。忙しい忙しいと言っているけど心を滅ぼすと書く。忙しく生活していればいいのかって言ったらそうじゃない。静まって 私がお前を愛してやまない神であることを知れという言葉がある。静まらないと神が自分のそばにいるんだということがわからないんだ。だから昔の先人たちはこのシャバでの生活の中で無情感を感じた時にピンチに立たされチャンスを生み出すために一歩踏み出した。そしてどこに行ったかというと自然の中に入っていった。サンスクリットの世界で人生を四つの時期に分けると言われる。 一つは、学習期、学んできる期間。幼稚園から大学院かもしれない。もう一つは、過重期、家庭を支え、社会に貢献する時期。そして、三つ目は、最後に持ってくるとして、四番目。遊行期、遊園地の遊に行くと書いて、元日川のほとりで死体が埋葬されているのを見ながら、死の時期を迎える時期。今、私の母親は、癌の末期で、一ヶ月持つか持たないか。 そういうい状況ですよ昨日はたまたま家に帰りたいということでも先生も好きなように彼女がすることが免疫力が上がるかもしれないしかし動くことはまた地味を縮めることではもあるかもしれないで彼女を、ね、弟と一緒に家に連れて帰って階段登ってそしてそのソファーに寝かしてそして母がもう。 嬉しいとここに帰ってこれたともう今死んでもいいって言うんですよねお母さん、ね、あの世に行ったらいろんなお母さんの好きな人が迎えに来てるよって、ね、ジーズス迎えに来てるよて今迎えに来んで、ね、まだあんたたちのことを見ていたいとかね言うんだよねユーモラスにでももう死は着実に近づいてる一日一日呼吸も難しくなる今月持つか持たないかね 遊戯を機、遊園地に行くとか。死は我々の心に死に霊感を与える哲学の天才であるとショーペンハグ。死の存在がなければおそらく一人の詩人も生まれなかったであろうとトーマースマンは語る。私のすべての思考は死の海によって刻まれたものだとミケラ・ンジュラは歌う。人生を熟路したければ死から始めなさいとダライラマは語る。明日あさりと思う心のあだ桜弱に嵐の深ぬものかは親鸞昇に。 明日も桜の満開見に行こうって言ったって夜中に嵐がやってきたら桜のビラはみんな散っているしわい突然盗み人のように土足であなたの人生に入り込んでくるって言うんですああ、美しや障子の穴の天の川を歌ったのは一茶その一句前いざさらば死の稽古せん花の雨死にしたくいたせいたせと桜かな散る桜残る桜も散る桜だ ですよねどれだけ日本の先人たちはこの人生というものを深く考えてたかそして死という現実を受け止めつついかに今この瞬間を生きていくかということを考えたかやはりねそういう時間を取ったわけです夏目漱石も48歳9歳でこの世を去った十二支町海王を患ってた 追い立ちが複雑だった。お金でお父さんは失敗する。金絡みの問題でいろんな借金取りがやってくる。人間は金でおかしくなるんだとボッチャの中でも書いている。彼が泣いた時に、草枕の冒頭で山道を登りながら私はこう考えた。地に働けば角が立つ、城に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だ。捕獲にこの世は住みにくい、住みにくさがこういった安きところに引っ越したくなる。 でも安きところに引っ越してもそこも住みにくいと悟った時に死が生まれ絵ができる何言ってんの漱石ちゃんと聞きたい住みにくくしてんのは誰なんだと。神でも鬼でもないお前と同じ人間が三軒殿にいる限り住みにくくなるんだと。住みにくいからといってコスク桜に,にあんのかとあったとしてもお前がそこにいる限り住みにくくなるんだと。じゃあ住みにくいこの社会の中で いかに住みやすくするかはお前の心次第なんだというわけです夏目漱石も病の淵の中で生きるということはどういうことなのか考えさせられた特に内側にこもっている時じゃない一歩踏み出して山道を登りながらこう考えた考えたんですよ主観的客観性を持って シャバにいる自分を自然の中から自然と向き合うことが己と向き合うことそうすると主観的客観性を持ってシャバの自分を顧みる血に働けば角が立つよな知識ばっかり主張してると角が立つ義理と人情だって情に差をさせば流される勝ち組だ負け組だって言ったって生き方は窮屈になるとかくにこの世は住みにくいよ 俺は、ね、もっとクリスチャンに時たま神様のことを学ぼうと必死になって聖書を頭で勉強しすぎてると思う。もっと人間を学べと。人間学を学べ。人間との関係をちゃんとしないで神との関係が成り立つわけがね。結局ね、会社の同僚にどう思われてるのかって言ったら何でもかんでも祈りましょうって。何、ね、か話したいのに祈りましょう。祈りですぐ片付ける。 ね、いや俺は今祈りたくないんだ話を聞いてほしいんだと、ね、でもちゃんちゃんと祈りでなんか非常にスピリチュアルだけど非常に冷たい結構そういうクリスチャンも多いわけですよね。本当に祈ってる人は祈ってますなんて言わね心の中で黙って祈る男は黙ってサッポビール関係ないかね。男は涙見せちゃい,い,いけな、ね、い心で泣いて顔で笑うんだ どうややっっててんだよそれって、ね、でもね日本人のこの武士道とかの美学の中に騎士道の考え方要するにクリスチャンとしてのまさに侍のような生き方っていうのが、ね、浮き彫りにされてきますよ侍がいない日本の教会の中に要するにみんな、まあ、クラスルームでチクリマがいるけどチクリマみたいなクリスチャンばっかりね噂するのが大好き。 えー、そして、人のスキャンダルを肩の前、スーパーモニーワイドショーに出ろ、この野郎って、ね。なんかもうそんなのばっかり、そいつの辛いことを黙って、そいつの失敗を一緒に悲しんで、ね、そいつの傍らで、ね、そいつのことを引き上げてあげるようなクリスチャンがどこにいるんだなんか問題起こしたらスパッと切り捨て、あの人は地獄気だって、てめえはどうなんだ、ね、本当に、 どうしようもない奴らが多い。義理と人情のかけらもない。ジーゼスは義理と人情の源ですよ。教郭の中の教郭ですこんなこと言うから教会にあまり呼ばれなくなる。<laughs> この、この映像だって大変だよ、これ、編集するのに。もうほとんどビー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 ばってかりだ、ね、もうカットしたら俺、こんな感じで出てる編集よろしくって、どうやって編集するの 俺にはできないもう俺も歯に衣着せぬっていうかもうストレートに言わざるを得ないわけですね。もうあと母親見ながら次は俺の番だなってこう考えちゃうわけでしょ。まだね母親84歳だけど俺も64でしょ。まああと20年生きれればこれね結構いいですよ。でも20年と限らない。限らない。ね明日もバイクに乗って富山のゼンという教会 5人の教会3人ノイローゼの教会俺15年間呼ばれてんのこの牧師が俺のこと大好きなんですよ進学博士だって言うんですよそいつが2つの進学校で教えてんですよどこか言わないよ言うとすぐあなた調べるから、ね、2つの進学校で博士,博士なんですよで俺が行くと「アーサー・センスは毎年進化してる」って「あんたに言われたくねえよ」って。 俺が毎年15年が来て5人3人の色で変わねえじゃん前も言ったけどある時俺ホンダのあのスーカーサーキットで20万人来るところで公演頼まれたんですよ。ハーレーに乗る牧師バイクの観点から人生を語るギャラは素晴らしくいいホテルもちゃんと予約してくれるやったーと思って調べたらニューゼンの教会5人 3人の許可入ってた一応先生に電話した「先生あのスケジュールどうにか1週間前後ずらせないですかね」<と>役員会議にかけます」役員いるのかよ」って <laughs> ほんで1週間後に連絡すると全然連絡もれんので俺から連絡したの「先生どうなったんですか?」「ああ先生2対1で先生の思いは却下されました」って。 なんだよ先生どっちにいたのあっちなんて汚ねえなって私もスケジュールはあるのでしょうがないですよ乳禅の教会そこの本田の方に断りましたすいませんあのいけませんえそんな大切なキャンセルできない何かがあるんですかあるんです <laughs> あるんです新約聖書旧約聖書は約束の書物ですから神は俺らに約束してくれた 神は約束を貫いて十字架でその約束を全うした俺も A 方の天秤座を極めるタイプジーゼスの足跡に少しでも近づき少しでも近づきたいできないです五5人の人が待ってます3人は寝てますけど行きましたもうその時俺本当悲しかったですよバイクに乗ってラジオつけたらエリック・クラントンが「ダニーボーイ」を歌ってた「私のダニー私のダニー」ってねもう涙がちょちょぎれてきたよ しかもその日が雨だったなんだよ神様って、ね、せっかく俺この5人の教会あなたのために行くのになんで天気にしてくんなかった何で雨なのって今日は「雨言わない「ハレルヤにしよう」とかなんかわけなか分かんないん嫌なカッパを着たわけですよこの美形の体今日もウエイトトレーニングして、ね、この老体をどうにかメリハリつけるようにやはり人は外側見るから 俺は言葉で語る前に体で語る。ねえ、一応胸でアメイジングブレースもできるんだ。だそんなことはどうでもいいけど、一応体鍛えてる。この美形の体、いや、ハーレがかっこいいから俺がかっこいいんや俺がかっこいいからハーレがかっこよいいく見えるだけなの。だから一応この体を鍛えてる。カッパが着たくない。カッパ着ると風が吹く。風がカッパの中に入ってボコ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 になる。そうすると、トナカイに乗ってるサンタクロースのように見える。俺は絶対それは嫌なんだよ。 俺の美学からは、それはありえない。だから雨がすぐ止んだらカッパ脱ぐ。またバイクにまた上がる。また雨が降る。またカッパ切る。またカッパ脱ぐ。カッパ切る。4回やりましたよ。もう頭は頭に来てる。もうだからその教会に毎年行くんですよ。明日、そこ。で、そこに行くと、電動車の原点。お前は本当に電動車なのかってのを食べされんの。あそこに行くと。 明日もこれ終わったら朝からまたバイクにまたがって、ね、500キロこの関越上越北陸道を通って日本海を右手に見ながら26のトンネルをくぐって入善に行くわけですよまあでも自然界を見た時にねあの時にもうむしゃくしゃしてたんだけどちょうどサングラスはめて雨が止んで虹が出てたんですよすげーと思ったににねここの中にのん シュワーン面白いあの「主の重に割れる一日は千年のようである」「千年は一日のようである」って言葉あるでしょまさにもうほとんど俺は「何だよ神様あんたなんか大嫌いだよ」ってねもう俺何でも言っちゃうから神様にで俺,俺の神様はね懐が深いんだよねある時は黙ってんのうんで自分で それがブーメランのように帰ってくるんだよねあとでねだからやっぱり達人だよね魂のでもあんたらが嫌いだよなんて言いながらねはし走ってたら虹が出てこれもうサングラスでみんな罪だと思ってこの純生の目で見ようってすげーと思ったんですよそしたらここの中にあったもやもやがシュワーンと飛んだのそしたらもう入禅についてすぐ集会皆さん今日みんなに会えることを楽しみにしてましたって嘘じゃないんですよ、うんで いつも寝る人、寝てていいよって。なるべく精子落とさないようにね、なんか。優しいんですよね。褒めてあげたい、有り状態。これ俺なのみたいな。みんな、みんなジャケルとハイドなんですよ。あなたの中にも、ね、もうヒットラーのようになる。そういう部分もあれば、マザーテレサのようになれる部分もあるわけです。人間って神一重なんですよ。でも、スピリットにつながったら不思議だけど、 その神の似姿に勝ち取られた形取られたそのユニークな天女天下唯雅独尊の魅力の部分が出てくるんですよでもちょっとしたことであの野郎とかねなっちゃうんですよもうその真相ゲームを俺ねでそこの先生が神学博士なの、ね、で先生はこう神学のことばっかり話すからね先生な頭でっかちになっててダメだよとかね で結構俺のことが好きなんですよ全然俺は体験談から語るでしょ先生はもう神学から語る人だから体験談から語るのがすごくなんか感動するみたい毎年呼んでくれるので僕が行くたびに3 0キロ玄米の米を送ってくれるんですよ家に行かないと送ってくれないなんだよ条件付きかよこれ <laughs>、うん、でもなんか不思議な友達になってもうその先生と会いに行って ね、もう集会はもう必ず祝福されるのは分かってるもうその先生と、ね「明日も着いたら5時に一緒に食事お願いします」ってね食事するんだけどその先生は神学博士ですよ、ね、でも神学ばっかり勉強するんじゃなくて俺もっとね牧師の卵神学校に行ってるやつらに人間学を勉強しろよ人間を学べと人間を学ぶと人間を作った神を知る。 影を見ながらこの影はまさに俺の虚しさまずさ寂しさを象徴しているこの影は俺自身の心を荒らしているでも影が濃いければ濃いほどお前の背後に照る光は明るくて強いかっちょい闇は光の内に輝いてっていうのはそういうことですよ人間を知ることが人間を作った神を知ることなんですよジーゼスは聖書の中で私が裸であった時 あなたた。は着るものを与えてくれたと私が乾いている時にあなたは飲ませてくれたと私が飢えている時に食べ物を与えてくれたと私が旅をしている時にあなたは宿を貸してくれたと私が病院で入院している時に病気の時にあなたは面会に来てくれたと牢獄に入られた時にあなたは訪問してくれた訪れてくれたと。 いつ私たちがそんなことをしましたかってあ,りたい答えだ、ね、あなたが私の兄弟にまたこの小さちゃきものにしたことは私にしたことなんだと言っただから、ね、何でもかんでもスピリチュアルに考えず人にすることは神にしていることだと、ね、逆に今日皆さんの前で語るそれはジースの前で語っているのと同じですよ一一人一人あななたが気づいてなくてくも あなたの中にジーゼスが生きて働いてるんですよ。俺の働きというのはその真実に気づかせるきっかけを与えるだけですよ。ね。私たちがジーゼスを信じる。神を信じるという表現よりも、神があなたを信じている。かーっちょい,い。ジーゼスがあなたを信じている。要するに、あなたを愛している。そのことに気づくことが、ね、大切なんです。神様はいろんな状況でそのことに気づかせようとしてるんですよ。 ピンチを通してチャンスを見出さそうとしてくれてるわけです。